今週のベロキューは天野夏ちゃんとシーラフーコちゃんでお送りします。イエーイ。今回は今日番組では読めなかったメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム翔平さん、なっちゃん、アーミー、ふうこちゃん、こんばんは。こんばんは。今日一番年下のふうこちゃんというとちょっと不思議な行動をする印象があるのですが、年上のお二人さんはどう見ていますか？ステージを見ている立場としてはとても楽しくて好きなのですが、というメッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっとラジオでは表現しにくいので、はい、この映像でということで。なるほど、はい、いやもうふうこはまず私がすごいやばいなあの子って思ったのは、はい、あのステージ上で普通に自分のパートの時にいきなり走り回り出してメンバーの周りを走りメンバーめっちゃ困ってるんですよ。それはその走りながら歌ってて、それとかなんか MC 中に別に誰もやってとか言ってないのに一人でカズダンスやってたりとか、ちょっとびっくりする行動多いですね。覚えがないですね。アーミーは、アーミーはあの滅災合祭を踊っているのが全体的に面白い。やばそれ。新曲、新曲合ってるんだけど、曲に合ってて面白いから、ちょっと今から踊ってもらっていいですか？後ろで。どこら辺から？じゃあ。ね、心配線でも全員まとめていいから。おっしょいおっしょいしょい、なんとかなるけん、心配線でも全員まとめていてきしゃい、ズパーン。皆さん、9月18日木曜日放送のベロキュー、ぜひ聴いてください。聴いてください。